い、こんばんは、あいかです。今日でですね、ちょっと早いんですが、2020年のメインチャンネルの動画終わりになります。いやー、1年ね、あっという間でしたね。今年はね、コロナもあったので、例年とちょっと違った過ごし方された方も多いと思いますし、やっぱりね、こうストレスとか不安っていうのがね、つきまとった1年ではあったと思うんですけど、まあでもこうやって思い返してみると、ありがたいことにね、コスメに関しては例年通りシーズンごとに可愛いものが出てくれて、年々総購入額が上がっている気はするんですけど、今年もね、本当にいろんなコスメにときめかせてもらいました。で、まあ私個人としてはね、この撮影環境が変わったっていうことで、今までとね、勝手が違ったりとか、試行錯誤しながら動画作っていったんですけど、サブチャンネルの方も定期的に上げるようになったりとか、あとね、メンバーシップなんかも始めたりして、少しずつなんですけど、新しい挑戦もできた1年だったかなと思います。もうほんとね、春頃はこう引っ越してすぐにもうコロナで動けなくなって、もう大好きな旅行にも行けなかったりとかね、もう不安というか、もうストレスも感じつつ、もうこれからどうなっちゃうんだろうなと思ったんですけど、逆に言うとお家でいる時間が長くなったおかげでね、今まではできなかったようなこう漫画を読んだりとか、そういった過ごし方もできるようになりました。本当に今までは私 YouTube 始めてもう何年目だろう、アドベントカレンダー開封したのが今年で4年目だったので、それくらいになるんですけど、家事と育児とその毎日動画を投稿するっていうのに必死すぎて、もう平日はがっつり動画だし、もう休日はね、家族と過ごすっていう感じで、ほとんど自分のことに関してはもう動画に関係ないことをする時間がなかったっていう気がするんですよね。というか、なんか動画に関係ないことをするのが時間の無駄っていう風に感じちゃって、もうコスメとルパン以外はほとんど趣味のないような生活を送ってきてて、それはそれで楽しかったんですけど、他の動画でもね言ったかもしれないんですが、事務所のねスタッフさんから、あえて動画に関係ないことに目を向けてみることで、それがリフレッシュになったりとか、新しい気づきみたいなものがあって動画に活かせたりということもあるんじゃないかなっていう風にね、アドバイスしてもらえたんですけど、それがね、ちょうどこのステイホームだった1年に活かすことができて、 Kindle で本読んだりとか、 YouTube も作るばかりでね、見ることってほとんどできてなかったんですけど、ジャンル問わずね、自分の興味がある動画をね見たりとか、そういったことに時間を使うことができました。もうそうするとね、本当になんか言われた通りリフレッシュにもなるんですけど、今までずっともうコスメっていう感じで自分の視野が狭かったのが、こう広がることによって、このジャンルでこういう見せ方できるんだったら、これを自分のチャンネルに置き換えるとこう見せられるかなみたいな、だからそういう新しい気づきもね、得ることができました。なのでね、そういったことをね、また来年の動画に活かせていけたらなと思っています。そしてね、ほんとこれはしょっちゅう言っていることなんですけど、今年1年もこうやってね、動画を投稿し続けることができたのは、やっぱり何と言っても応援してくださっている皆さんのおかげです。本当にね、ありがとうございます。皆さんのね、視聴だったりとか、応援のコメントだったりとか、そういったものがないとね、やっぱり一人で続けていくことは難しいものなので、そういった声にね、応援されて本当に1年間頑張って続けることができました。そして私がこうやって普段通りの普通の生活を送れている裏では、コロナでね、本当に大変な中、最前線で頑張ってくださっている医療従事者の方だったりとか、人との接触がね避けられないようなサービス業されてる方とか、本当いろんな方の支えがあって、自分でこうやって普通に生活することができたんだなと思うので、改めてそういった方たちにも感謝したいと思います。本当にね、ありがとうございました。もうお正月はね、もうそういった人たちに迷惑をかけないようにおとなしく過ごそうと思うんですけど、もう今までだったらね、年末年始とかも、もう親戚のね子供たちとか集まって、もう今日はここ行こうとか、明日はあれしようみたいな感じで結構スケジュール詰めてね、ワイワイいろいろやってたんですけど、適度に掃除して、適度におせち作って、適度にダラダラするっていうお正月も逆にね、新鮮でいいかなと思うので、それをね、満喫したいと思います。年末年始もね、変わらずお仕事ある方もいらっしゃると思いますし、お休みだけどどこにもね行けなくて退屈だなっていう人もいらっしゃると思います。もしね、 YouTube 見て時間潰そうかなって思ってる方いらっしゃいましたら、私のチャンネルですと今ね、ちょっと行きにくい旅行ですね、旅行の動画の再生リスト貼っておきますので、よかったらこういうのでね、現実逃避されてみてはいかがでしょうか。私もね、隙間時間にもう一度見返してみようと思います。なんかね、過去の動画見てると、その時のトレンドとかもあるかもしれないけど、テロップをいいなとかね、いろいろ気づくことあるんですよね。だから恥ずかしくて過去の動画ってあんまり見ないんですけど、これもね、勉強というか復習みたいなものなので、自分の動画私もね、お正月にちょっと見返してみようかなと思っています。来年も引き続きね、もう1月からスプリング発売開始ということで、いろいろ新しいアイテム開封になると思うんですが、開封とかメイクとか使い切りとか、あと香水とかですね、普段やっている企画以外でやってほしい企画なんかもありましたら、ぜひねコメント欄で残していっていただけると嬉しいです。
それではね、2020年もお付き合いありがとうございました。来年もぜひぜひ愛花チャンネルともども愛花をよろしくお願いいたします。それでは皆さん、素敵な新年をお迎えください。愛花でした。